最初あのネタのどうやってフォーマットにしたんですか。もともとボケとツッコミみたいなコントをずっとやってたんですよ、うん、それこそサマーズさんみたいな、うん、バカルディさん好きでサマーズさんみたいなコントとか、まあ、当時カイジャレスイクリームシチューとかが好きで、ああいうボケツッコミでそれをギャグのセンスでどんどん見せていくようなネタ作ってたんですけど、いかんせんね、受けるけど優勝とかできなかったんですよね。まあそこそこ受けるんだけど印象に残らないというで、ある時ちょっとすれ違いコントじゃないけどストーリー性のあるネタが1個できたんですよ、ね、それですごい評価を受けたんですよ。で、あ、もしかして俺らこういうことなのかなみたいな、